皆さん、このポケモンご存知でしょうか？まあ、ライチュウって言うんですけども、国民的アイドルポケモンであるピカチュウの進化系で、ソードシールドでも捕獲することはできるんですけども、絶望的に人気がないんですよ。そしてこの図鑑説明見てください、これ。ピカチュウの姿が好きなトレーナーも多く、なかなか姿を見かけないポケモン。公式でもディスられてるっていう。さすがにあまりにかわいそうなので、今回ちょっと対戦で使っていこうと思います。で、このライチュウってポケモンなんか第6世代か第7世代かなんかのタイミングで素早さが種族値が100から110にちょっと情報補正入ってるんですよ。なので、今結構この環境でかなり速いぶりのポケモンに入ってくるので、そこの足の速さを活かしたトリッキーな技とかをいろいろ使わせて、立ち回っていこうかなと思っております。しっかり活躍させていこうかなと。はい、マッチしました。ノイさんお願いいたします。なんかめちゃくちゃおもろいパーティー来てんけど、これあれかな、レッドパーティーと思ったらなんかピカチュウが間違って進化しちゃったみたいな。いやでもよかった、ライチュウよかったよ。お前ちゃんとピカチュウを使って叱るべき場所でさえライチュウに進化させる人間がおるんや。これはちょっとライチュウ好きのファンにとってはかなり大きな朗報というか、これはちょっとさすがに相手もライチュウ使ってくると思いますよ。だってこっちギャラドスおるもん。ギャラドスもいるし、アイアントよりも1速いっていう素早さを生かしてアイアントの上を取りながら電気技打ってくるっていうライチュウにしかできないゲートがね、まあ、ライチュウにしかっていうか、まあ、サンダースでもできんねんけど、正直なところはね、ライチュウ確実に来るんで、俺もちょっとそこを対策したい。もうてか初手からライチュウ並べてもええかもな。いやギャラ、いやちょっと待って、これ選出がちょっとワンパターンかな、きついかな。でもギャラドスでさ、上の御三家全部弱点つけんねんな。よろしくお願いしますライチュウを愛する者同士のバトル、これは負けられない。こんだけやってあえてライチュウ使ってこなかったら笑うけどな。うわ出た、うわ出た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 、来た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 、もうお互い完全に意思疎通してる。これ完全にほらライチュウミラーさ、しかも相手がちゃんと夢特性で育成してるんであれば飛来神なので、おそらく電気技はお互い無効という立ち回りになるでしょう。せやな、やること多分ない。これ悪だくび一回積もっかな。嫌なのが猫魂でライチュウがなんか持ってるみたいなパターン。俺ちょっとそれやろうと思ったけど、遺伝技でちょっと諦めてんな。まあ、てか技スペがそれに足りんかった。まあ、正直猫魂も出してもありやけどな、ライチュウ。いや、これはちょっとぜひとも勝ちたいぞ。さあ、俺の方が早い。多分これは普通に 50% の今のジャンケンに勝った感じやろな。まあ、もちろん平井神って特殊相手。うわ、これだ、気合玉があるんだよ、ライチュウ。このサブウェポン。うわ、気合玉食らってもなんか。うわー、最悪やん。特防下がっとるやんけ、お前ふざけんなよ。しかも俺のパーティー全部ライチュウでしばかれるパーティーになっちゃってるって。もうええや、じゃあもう大魔切ろう。これね、正直もう大魔切る以外ない。てかライチュウ倒さんとマジきつい。ごめん。なんでモスの音が入れんかったん俺。リザードンが血ついたんや。リザードンとカビゴンが血ついたんや俺、モスの入れへんの。多分ラプラスけへんと思ったんや。うわ、ちょっと待って。ただ、これは、一回これで、てかもう上から撃て。もう一回。あ、向こうの方が早い。あ、でも消えたまるね。命中率 70% なんでね。そりゃもう2連発当たってもらったら困るわけよ。2回に1回外れるから。で、これはしっかりじゃ、しかし、助けを持っている。で、多分相手ここはもうダイマックス切れないから、次俺がこの道徳の 50% の試合に勝てれば、なんとかライチュウを倒せる。ただ、お互いこのさ、飛来神を理解してるからさ、死んでも電気技は打たないっていう、この、この牽制の試合なんか良くない。うん、しかもこっちでワルダグミ一回詰めてるから、まさかのライチュウミラーだと思わなかったな。特防ワンダウンがちょっと痛いけど、逆にその特防が下がったことによって、俺がダイマックス切るっていう判断をね、できたんで。もうなんでそこで交差すんお前、ちょっと楽しもうや。さあ、マッチしました。新しさんよろしくお願いします。新しってなんか昔俺が働いてたなんかスーパーのバイト先のなんか先輩の女の人のなんか名前に似てて、絶対あの人俺のこと好きやってんけどな。新しさんと懐かしいな。粘土ールとかちょっといろいろ入ってるんで、これライチュウ結構刺さりそうなんで選出していきたい。で、ルチャブルにも一応上は取れるけど、あ、上取れないわ。ルチャブルの方が早いわ。まあ、弱点つけるんで、あと、ミズロトム多分呼ぶと思うんですよ、このパーティー。ミズロトムを呼ぶと、ライチュウの草結びが結構ぶっ刺さるんで、まあ、そういう意味では、まあ、割とありかな。どうしようかな。まあ、ライチュウが入るか、ライチュウ入ってね、持つのでいいや。これでいこう。さあ、初手、シャンデリアをぶっかましてきました。こういうね、初手の、動きに対して、このライチュウのね、このビリビリチクチク、めちゃくちゃ刺さらない。ほっぺスリスリや。こういう、なんか、助け持ってんのかな。でも、なんか、ちょっと速そうやし、スカーフもありそうやな、みたいなポケモン相手には、一番便利。
その両方を潰せるから可能性は。あ、これやばい。念能力飲んちゃうか。あー、ロトムか。まあ、ロトムね、一応来てくれたんですけどね。これもちろん相手電気タイプなんで、麻痺はしないと。バルダクミ積んでから、いや、だったら一回モスノーでイナスでいいんじゃない？うん、さすがに。まあ、初手シャンデラっての見えたけど、ここを多分一回積めると思うんですよね。モスノーが。一発モスノーが積む機会になれば、悪の波動をがっくりと打ってくるけど、しっかりモスノーで受けることになってくる。で、多分もう一発シャンデラ来るんじゃないかなっていう気はするけど、まとわりつくは結局ボルトチェンジとかで回収されるんで、多分ボルチェンなんで、これライチュウにもう一回変えます。で、特攻上げる。うん、スカーフここで交換かな。それとも、ボルチェン、よーし、オッケー。はい、飛来神ボルチェンにさせません。ワルダクミ積んだろかな、じゃあ。ね、一発ワルダクミ積んでもいいかなってぐらいの、もう、感じやんな。で、次、草むすびっていうか、その大草原でロトム吹っ飛ばせばええよねっていうさ、話やん。ハイドロポンプ多分飛んでくんねんけど。あ、アグの方で普通に押してくるんや。じゃあもう大魔切ろっか。ちょっともうなんか、めんどくさいんで、で、ロトムはね、こいつ軽すぎて、家電製品のくせに。草むすびの力出ないんで、これ大草原打つしかないっす。はい。なんとこのライチュウで、しっかりロトムを、しばき、上げることに成功できれば、まあこのライチュウの存在意義というか、その電気タイプだけど、しっかり水ロトムには勝てるよっていうね。はい。むしろ起点にするぐらいの勢いで、水ロトムも。しかもやっぱ早い、素で早い。アイエントとかよりも素で早いっていうのが、でかいわ。はい、ダイソー、原価増して、さすがにこれどう持ちる人3段階上がってんのね。3段階上昇、大草原でロトムをワンパンしていく。で、次のシャンデラに対しても、まあ、一応上、おそらく相手が、スカーフとかじゃなければ取れるから、ここのライチュウ、なかなかいいと思うんだけどね。うん。大草原で回復できる。で、この H ヒットポイント量あれば、何度かシャンデラがダイマックスの場合でも倒せる。てか、いける。うん。10万で。ちょっと待ってな。一回能力値見るで。相手の手持ち。相手のパーティー的にしかもさ、これもうライチュウ積んでんじゃん、もしかして。ワンチャン積んでるよな。ワンチャンライチュウで積んでる可能性あるんだよね、3段階。飛来神がやっぱちゃんとライチュウにとって、その弱点をさ、無効、弱点とその電気を無効にするだけじゃなくて、ちゃんと C 上げるっていう役割があるのがでかい。おなるほど、シャンデラ大魔か。いや、このダイマックス大フォローだか大バンだか、一発ライチュウ耐える耐久あればね、ちょっと見直すわ。そこや、マジで、ラインは。ライチュが今後生き残れるかどうかのライン。特防は低くない。てかワンパンした！マジで？耐えるまでもなかったか。救助じゃないよな、これな。お、やるやないかい。しかも、ライチュの強みは、この、死に足ついてることによって、この大サンダーの後のもう一発大サンダーだったり、大草原の後の大草原が、ちゃんとこのフィールドの影響で、威力上がるっていう。あ、これブラッキー。まあ、一応これはさっきね、なんかね、ライチュー使いの人が使ってたけど、気合玉っていうね、技もあるんですけど、ライチューは。ちょっと今回気合玉採用してないんですけど、まあなんかいろいろ枠を変えてね、いや、これ、ってか、ブラッキーまんまできたらマジかっこいいぞ。いけ。おっしゃナイス、ライチュー。いや、あれやね、うまいことボルトチェンジすかせたんが、もう勝因やろうな、水ロトム起点にして。はい、ありがとうございました。はい、マッチしました。メンマさんよろしくお願いします。なんか、コーリッポとか、ね、コウモリとかいろいろいるけど、これさ、初手ガオガン読みで、一発目ちょっとコーリッポから入ろっかな。うん、一発目コーリッポから入るわ。コーリッポスタートして、ライチュウになんかどっかのいいタイミングで帰って、アイアント入れるべきかな。うん。うん、オッケー。ガオガン読み成功いたしました。てか、こいつほんまによう見る、最近、レートで。ただ、このガオガンが何がめんどくさいってさ、猫魂でこの氷っぽのね、うわ、しかも威嚇をぶん巻かれていく。猫魂で氷っぽの顔が普通に破裂するっていう。それがマジしんどい。
そこを呼んでアイアントに変えてもいいし、ただそうなってくると普通に炎が飛んできた後にアイアントが吹っ飛ぶっていう、もう究極の二択を僕は迫られるっていう結果になってるんですね、これ。結構しんどい。まあでも猫魂ない方もおるからな、素直にも腹だいぶでんちゃう、これ。とか言ってたら猫魂あるけどな。うん、やっぱあんねん、これ。うん。ほらな、あるんや。これちょっと待って、氷っぽ普通にオワコンになって、オワコンになっちゃったかもしれない。ガオガイのせいでオワコン化したかもしれない、この氷っぽが。せっかくなんか、第3シーズンで1位になった人が使ってたのに、第2シーズンか。氷っぽオワコンの瞬間、まあこれモルハでちょっと捨てましょうか。一発、当てろよ、せめて。オッケー、ナイス。まあでもこれまあ正直、このガオガインをこうやって、え？ああ、威嚇入ってるからか。しかもなんか木の実発動してるね、これ。悪鬼の実かなんかか、これ。なにこれ。悪鬼の実発動し始めたね。で、フレアドライブでしっかり反応を作られていく。なるほど。ちょっとこの状況あまり良くは、ない。しかもガオガイン結構耐久高いからな。ただここはライチュウがしっかりと10万ボルトを打っていけるタイミングではありますよね。ちょうど落とせる切れる感じになってるんで。で、ここちょっと待てよ。一旦じっくり相手のパーティーを見ておく。一旦じっくり見く。悪巧みを積んでもええんよ。言ってしまえば。ガオガインってそのやっぱ、猫魂とか持ってる方やったらさ、これ悪だけに積もうか、一回。あー、切ってきたか。ちょっとめんどくさいな。切ってきた。フレアドライブで死ぬわ、じゃあ。トンボ返りされた。これ一番めんどくさい。うん、しかも結構そこそこダメージ入ってる。トンボ返り、猫魂、フレアドライブ、あとじゃあ DD ラリアットって感じかな。裏にカバルドンいんねやったら猫魂じゃない悪だくみさ、これ正解や。裏のカバおるんやったら猫魂です。これ正解、どう考えても。じゃあもう大魔切りましょうかね。もう大魔切るタイミングここしかなくない？行くで俺。大草原。いやなんかカバルドンになんか普通に電気技読みで効果あるかなと思った。まあでも初手にカバルドンおらんしないやろな。このカバルドンがさ、なんか要は大魔切るあのアタッカーがならんじゃないかっていう、こういう繰り出し方ってことはさ、そこをしっかりこの大中のね、この草結び大草原で射止めていくことができれば、もう俺はこの大中を無事に成仏させることができるぞ。さあいけ。これちょっとカバルドンワンパンできなかったらきついで、マジで。はい、ワンパン。まあ大は切れ目あったんかって言われるとは謎やけどな。草結びによると結局120やから、まあ一応120、130の違いがあるんでね。で、これをやったことによって何がでかいかっていうと、まあ若干回復が入るのと、次からのね、草技の威力もしっかり上がっていくんで。うわ、出たミミッキ最悪やねんけど。まあ最悪だけど、いや、これ買ったかな。大草原で行くか、とりあえずは。大草原でいいと思います。多分これ、研磨してるんですよ、ミミッキが。研磨してて、多分次から大魔切ってくると思うんですけど、そこで第3弾当てる方がいいか。大ウォールしてから一回、なんか、まあそうやんな。大ウォールしてから、ほっぺスリスリ当てるのもありな気がすんねんな、これ。そっちでもいいかもね。ただそれをやると結局アイアンドで倒せなくなっちゃう。アイアンヘッドで。しかもなんかミミッキュが、なんか回復してるけど、あ、これグラスフィールドの効果か。うん、ライチュの方が早いんで、ここは第3弾しっかり通るんですけど、第3弾当ててアイアンとのアイアンヘッドで確率に、倒せるようにしておきましょう。はい、第3弾打ちます。さすがに。いや、これさすがに落ちんよ。落ちたわ。ほんま狂ってんねんけど、ミミキュってポケモン。何してくれてんの、それ。え、これもしかして俺やばい？じゃあ大ウォールせんでよかったな、結果的にはな。あんま関係ないかもしれんけど。相手ガオガインに大魔切るか悩んで、多分ここでか、いや、ってことはミミ、これあれかな、ガオガインのもう、猫騙しじゃこれ落ちないよ。これ相手のプレイング用か、当たれよ、マジで。OK。よし、当たった。いや、これならバカ字から、あとは、当たれば勝ちやわ。もう、わけわからん。あそこのライチュウの、あの、大魔切いらなかったっすかね。
結果的に草結びでよかった気がする。落ちたんじゃん普通に。あんま変わらない120も130も。あそこでダイナマ切ったら俺ミスやわ。うん、これならガオガイガーがダイマックス切ったところでまあ威嚇入るけど、まあさすがにアイアンとのバカ力で落とせるでしょう。うん、これはもうあと張り切りの30%次第。ガオガイガーもちろん猫魂打ってからってなると思うけど、これあんまり意味なくて、これは結局のところ急所当たってるけどこれも意味ない。この急所に当たった分のあのちょっと帳尻をちゃんと次に張り切り外さないってところで回収してくれれば。あーでもそうか、ガイワンガイが地味に回復できんねや。こっちと分からなくなってきたかもな。あ、こっちこれ分からん。ダイマ嫌いってこれ、なんちゃ、耐えられる？この微妙なグラスフィールドの差で、それで負けたら、なおさらあそこのダイマの失敗やわ。いや、カパルトンどうなんやろ。草結びで落とすだかな、さすがに。ちょっと威嚇もらっちゃってるね。実質、張り切りなし状態の玉バカ力。当ててくれ。当たった、当たってる、当たってる。あ、勝った。急所当たっとる。まあよくわかんないですけど、まあちょっと、まあ、あのなんか相手なんか見に切り大魔切れなかったし、相手よくわかんないし、大魔切ってもまあ耐えないって判断やったかな。まあだから耐えないか、あの残り HP やと。ありがとうございました。はい、マッチしました。田中さんよろしくお願いいたします。ギルガルド、サザンドラ、カビゴン、カバドリ、シャワーズということで、あの、このパーティーですね、ちょっとすいません、あの、ちょっとあの、ライチュウがダイマックスは負けてなくて、それ上げてきました。本当に失礼いたしました。で、ちょっとパーティー構成若干いじって、氷っぽ武神に変えましたわ。うん。いや、これしかも武神が早速稼ぐそうやな。武神がめちゃくちゃ重いって多分相手分かってるから、絶対ギルガルドとか入れてくると思うんですけど、もうなんなら初手にこれ武神でもありなぐらいやな。いや、これ初手カバルドやな、てか。多分初手カバ来るわ。初手カバ来る可能性結構大で、これ。うん、ライチュ初手ありで、武神は一応構えておきながら、いや、これマジでいきなりから新加入の老武神刺されそうやな。で、ギルガルドとかがちょっと正直きつすぎるんで、もうなんならメタモンとか入れてもいいですけどね。メタモンおもろそうじゃない？いや、メタモン入れようか。うーわ、初手カビゴン来ちゃった。これは絶対ライチュウ呼んだな、相手はな。ライチュウというポケモンをちょっと相手は威嚇したんや。これ、ロブシュにそのまま変えますか。こういう時にね、あの、普通になんかあのボルトチェンジとかあればええなって思っちゃうねんけど、まあ、一旦ここライチュウバックして、ロブシに変えて、で、多分カビゴンも引っ込めてくると思うんで、空元気、何それ。え？これはどういうことや。よかった、ライチュウでほっぺするとかする、全然よかった。あのね、多分ね、ここさすがにカビゴン突っ張るわけないと思うんですよ。だから、ギルガルドに交換、ワンチャン入る、しっぺ返しかな。だってこれ相手のパーティーさ、武士マジで重くない？うん、さすがに引っ込めるやろ。ほら、ははは。ただこれギルガルドもなかなかの耐久持ってるのと、あとこのしっぺ返しっていう技がね、なんか今作からかなんか知らんけど、交換際に威力倍にならないっていう、こういう交換読みのするときのメリットが。お前弱点保険やんけ、しかもこいつ。やばないか。弱コタ型のギルガルドやったらでもさ、サイドにしてる可能性あるからさ、メタモンに変えたのかな。どっち来るかやな、でもゴーストが飛んできたら嫌やし、メタモンに変えて影宇宙。いやでもそれやるとまたカビゴンに変えられるか。でもこれカビゴンが武士おらんくなったらほんまにきついんで、これ鋼はでもピンポリオンでもメタモンに変えるわ。もうそれしかないっしょ。うーん、撃たれたー。絶対こんなん落ちるやん。はい、メタモンはあの最も世の中であの活躍させられない人間、それが僕です。ただこの状況なら、なんとかこのギルガルドさえ倒せればね、もうライチュウの役割は果たしたと言っても過言ではない。こいつさえ倒さないと、あの、物心できつなるんで、10万打とうかな。どうしよう。悪巧み一回入れてもいいけど。ここはもうちょっと、相手が多分ギルガルドを大事にしてくる読みで、だから物心がきついって分かってると思うんで、オッケー、ワタクミ刺さっていく。で、たぶんまたカビゴンやろな。で、この特殊耐久の高いカビゴンに対して、一体俺は何を打てばいいのか。ちょっとこれはもう、もうライチュウで、突っ張るしかないかな。とはいえ、ダイマも切りたないねんな。一
回マンボル刺すか。一回マンボル刺すわ。うん。ダイマ切るんやったら、もうライチュウにダイマ切るんやったらここで切らなあかん。武神に切るよりはいい気がする。いや、もう行こうや。うん、行く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 。行きます。はい、ちょっとダイマックスアメラ与えることによって HP がちゃんと272にね、しっかりなってるんでね。だいたいダイマ切らない、第3打刺さる。多分第3打2角取れると思います。これやったら、ダイマ切らないんやったら。ここで平飲み発動するのがめんどくさいけど、ってなるとエレキフィード発動から威力も上がるから、ここで平飲み発動されても大丈夫かな多分。もう、やっぱ持ってるんだ。いや、でもこれやったらさ、次の台、リサイクル。え、これリサイクルってことは、受けに来てんのかな多分これ受けらんないよね。だって次の第3の威力上がるから、これはさすがにライチュウ相手受けられない。よっ、あー、なるほど。で、ダイマックス切って、ダイ、あれか、巨大再生で回収してって感じでライチュウいなす感じかな。まあ、カビゴン突破してもしゃあないねんな、正直。問題はあのポケモンや、あいつや、問題は。ギルガや、ギルガ。もうなんならここで、なんならここでローブ神でもいいよ。ライチュウダイマ切っちゃってるけど、お前でダイマして切ってくれたから、ライチュウがまだその助け残ってるから、これちょっとほんまにうまくいくんだったら、これローブ神にもう一回交換。だって、相手フィラノミ持ってんもん。どうせ相手フィラノミ持ってるから、これライチュウ殴れんのがまるでないのね、これ。うん、だからカリオの巨大再生をローブ神が一発耐えると、なおかつ先生も取れるから、これあの空元気のダメージ的に多分耐えると思う、これ。あー、オッケー、全然耐えてるわ。うん、オッケー、よし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 、これであれば。ただこうなってくると今度は怖いのは、ちょっと待って、カビゴンのなんか腹に生えてる木がでかすぎてギルガルと隠れてんねんけど、上のやつ。ギルガルへの交換が怖い。ギルガルでの交換が一番怖い。けどさすがにここはね、一発ドレインパンチ打っていい場面やと思う。交換ない。なあ、やっぱでもするよな。ごめん、ここまでは読めないっていうか、ちょっとリスクあるっていうかさ。で、結局影打ちで終わりやん、これ。影打ちせず、紛れ紛れ、影打ちないの。ごめん、なんでしかも俺火薬感じ打ったんやろ。まあでもあんま変わんないですけどね、疾病返しとここの状況じゃ。影打ち打たなかったの。わお。まあでも多分あれやろうな、耐えられると思ったんやろうな。うん、でこれ結局この影打ちでライチュウのタスキが、あんだけ守ってたタスキがしっかりと削除されてしまう。くっそ、もう結局カビゴンが重かったな最後まで。なんとか勝つ手段ない、これ。こっからもう10万で昼間麻痺らせるしかないかな。10万麻痺引いて、だから 10% からの 25% 引けるかどうか。勝って、あ、まひった。あ、ワンチャンあるんじゃん、これ。嘘やろ、そんなことある。あー、でもこれ、フィラノミ発動でも、もうなんかもう、なんか、あれや、相当人一倍運が良くても勝てないわ、これ。ヒートスタンプ、なんか最近のカビゴン、これ、よう入っとんな。なんなん？ありがとうございました。さあ、ソードさんよろしくお願いします。うわ、しかもなんかめっちゃおもろいパーティー相手。何これ、ネイティオ、ネイティオ演入と、そして、クレベース、ドサイドン、カビゴン、オノノクス。ソードさんのパーティーめっちゃ面白くない？これ。ずるい。てか、エンニュートやな、初手。初手これ絶対エンニュート。もうそれ重くそピンポで読むんやったら、もうなんならメタモンでもいいぐらい、これ。エンニュート読みで。いや、一回ライチュウやな、ごめん。一回ライチュウ、ライチュウ、ライチュウ、ライチュウでやっぱほっぺスリスリせなあかん。で、物心、で、そういうなんかやっぱ楽に勝とうっていう、もう邪念は捨てるべきや、俺は今回。で、アイアントが、アイアントやな。まあもうエンニュード絶対来るよ、この並びやったら。こいつ S117 とかやんな。マジでね、こいつはアイアントキラーやし、いろんなポケモン、まあ、モスノーにも有利取れるし、だからここでほっぺすりするか逆に直撃すればエンニュードの機能を停止させられるんですけど、身代わりを結構採用してるケースが多くて、これ身代わりやとな、壊せへんねんな。
あ、ヘドロウェーブだ。いや、ダメージ入りすぎやろ。うん、まあでもいや、これでホッペするせいで炎乳と麻痺させることに成功、できたので、うん、これで落ちろ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 、麻痺れ、オッケー、麻痺れ。はい、もう一番厄介な炎乳とを意外といい形で突破できた。これはでかい。オッケー、相手めっちゃ困ってるわ。これめちゃくちゃ時間かかったもん、この選択。45秒ギリギリ使ったんじゃないかっていうぐらい。めっちゃ困ってる。いや、これめっちゃ困ってくれてるわ。いや、なんとか。いや、よかった。もうあのね、もうこういうやっぱライチューみたいな、クレーベースこれは結構いいんじゃないか。クレーベースやったら、ただ俺のこっちの手持ちポケモン全部物理なんで、クレーベース多少削っておかないと。で、クレーベースもね、草ブスの威力120確か入るねんけど、さすがにこれ10万で削ろうか。うん。10万で削りさえすれば、あとは、まあ、どんだけこいつが硬くても、ローブシンのドレインパンチとかで、がっしりいける。で、クレベース最近あの、頑丈にあったから、うわ、強い。木の実か、これ何やこれ。あー、ちょっとこの木の実は厄介や。わからん、ようわからん。雪なだれでしっかりしばかれていく。まあ、頑丈を解除できているので、正直、こっからはもう武神で、事なきを得ると思う。多分武神でいける。いや、もうあれしかないからな、正直、勝ち筋としては。うん、で、何入ったのって思うじゃないこれ。オノックス、いや、もうなんか割と何来ても勝ちやろ、これ。一回ドレパンかますわ。割と何来てもこれ勝ってる。ちょ、ネイティオが裏におった場合、ダイジェットから起点にされて、あ、ごめん、これネイティオ、いや、ネイティオ来たらもう大まで大悪打つわ。それしかないわ。火力はやつあんまないから、一応ダイジェットで上取られて熱風覚えるから、そっからアイアンとまでまくられる可能性があんねんけど、自己再生、まあ別にこれはあの鉄壁とか積まれてなければ、あの次回以降こっちの方が火力上がるんで、多分ねローブシンの受けにならないと思うんだよ。クレベスネイティブがもし出てきたらもう大まで大悪切る。あ、オッケー、うん、もう多分、ああ、もうだからこれ、鉄壁着だから受けられへんっつってんの。みたいな。いや、もう、いや、これはもうさすがにローブ神で相手きついと思う。まあ、弱点が多いし、耐性もないからな、氷タイプは。いつも思ってんの、氷タイプってなんでその半減なのが氷技だけなのか。せめて水技とか半減ねえ。ドサイドンなら格闘技をアイアントとローブ神で、まあ、打ちまくっとけば、まあ、さすがに勝てるから、これ、あの、もう、あの、ダイマックスはローブ神切らんで、アイアントに切ればいい。あ、しかもドサイドン早いわ。結構早い、このドサイドン。まあ、てか、ローブ神が遅いのか。ダイアース。いや、これ多分ダイアース2回耐えるんじゃない？ドレイパン込みで。まあ、でも多分弱点保険かなんか持ってるやろ、けどな。ドレイパンがやっぱこれ、シャレならんダメージ入るのがね、もうドサイドンにとっては痛すぎるね、これね。まあ、もちろん弱点保険持っていますが、これじゃあマッパ打って最後アイアントのダイスチルで、勝ちかな。マッパ。いや、てか、武神普通に考えたら強いわ。最近だからやっぱラプラスとか増えてるじゃん。カビゴンがね、めちゃ増えてる。それで武神使い出す人も急に増えてるんやと思うんだけど。露骨に嫌がるもんな、カビゴン使いがなんかのブロー武神。さあ、アイアントよ。奴を、潰せ！ダイスチルなんやかんやね、裏とかでいろいろやってるとなんか4桁順位に落ち着いてきたので、環境ポケモンへの対策とかをいろいろ考えつつ順位上げていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。